第10の晩に旅は終わり、黄金郷に至るだろうか。しかしマリアは豆だな。ちゃんとメモしてるとは偉いぜ。うん、マリアは忘れっぽいからちゃんと書く。ママに言われたからちゃんと書く。まず一行目。懐かしき、故郷を貫く鮎の川か。じい様の故郷ってどこだっけ？戦前の後宮家は、小田原のあたりに屋敷を構えてたって聞いたぜ。で、となりゃ、小田原に流れてる鮎の泳ぐ川に関心が行くわけだろ？まずはその川が起点になるからな。んで、黄金郷を目指す者は、そいつを下って鍵を探せとあるわけだ。小田原にある川ってなんだ？鮎が泳ぐ川だぜ。小田原で鮎って言ったら早川だろうね。渓流釣りで有名だよ。マリア魚嫌い。マリアももう少し大きくなったらわかるぜ。鮎の塩焼きをベロベロベロってな。うまいぜ。さっき飯食ったばっかりだってのに、もう腹が減ってきちまうぜ。あの、ビスケットでもお持ちしましょうか？ああ、悪い悪い。そんなつもりで言ったんじゃないぜ。気にすんな。さて、小田原で鮎の川って言えば早川だってことは分かった。となりゃ下るしかねえよな。早川を下ると何があるんだろうな。下流に出て海に出ると思います。そうさ、河口部に出る。そして碑文の3行目には、川を下ればやがて里ありとあるな。ちなみにそういう河口部は大抵大昔から輸送の要衝になってて、大きな都市があるもんさ。ここが次のチェックポイントだな。うんうん、なかなかいい筋だね。バトラ君の想像通り、そこは大昔にとても栄えたことだよ。小田原城があるところだね。あ、修学旅行で小田原城に行った気がします。素敵なお城でしたよ。ああ、私も小田原城だったぜ。洋館に住んでてなんだが、やっぱり日本人は和風の方が落ち着くよな。マリア、お城退屈。遊園地がいい。ほう。そうかそうか。よしよし。黄金を見つけたら、このバトラ様が気前よく、遊園地を一日借り切って遊ばせてやるぜ。しかし、小田原城とはな。小田原城の隠し黄金。お？こりゃなんだかいかにもって感じだよな。まあ。2年前の私たちもそこまでは行き着いたぜ。小田原で鮎の泳ぐ川を下った里、そこが多分小田原城あたりだろうってところまでは私たちも行き着いたさ。問題は次の行だろう。さて、バトラの沈水理はどこまで行けるか見物だぜ。4行目。その里にて二人が口にし、岸を探れ。二人
二人ってのが何のことかわからねえが、とにかく騎士だな。で、騎士ってなんだよ。騎士って名前がつく地名でもあるのかな。蘇我騎士という地名が小田原にあるんだそうですよ。え、おお、詳しいな。ってことはなんだよ、シャノンちゃんも黄金を狙って謎解きに挑戦してるんだな。となりゃ俺たちはライバルだぜ。別に黄金なんて興味は、ただその以前にジョージ様から教えてもらっただけで。2年前の私たちも同じ推理に行き着いたってわけさ。わざわざ地図を広げて調べたんだぜ。小田原城の北に5キロくらいだったかな。そこには確かに蘇我騎士という地名があるよ。でもそこからがわからないんだ。次の5行目にはその土地のどこに鍵があるかは記してない。マリアちゃん、読んでくれるかい？おう、そこに黄金鏡への鍵が眠る。うん、読めた。蘇我騎士ったって広いだろうし、かつてそこに後宮家の家があったわけでもない。その広大な土地のどこかに鍵が隠されてて、納品取ってんじゃ。こいつはお手上げってわけだぜ。確かにな、鍵が手に入らないことにはその先の行に進めないぜ。ジョージ兄貴、蘇我騎士ってのはどんなとこなんだ？さあね、行ったことはないからわからないけど、地図によると山の中みたいだよ。確か浅間山の山麓みたいだったね。なんだかパッとしねえな。宝のありかを隠した謎ってのはもっとびったりとハマるもんじゃねえのかよ。どうも蘇我騎士ってのがそもそも間違いって気がするぜ。私は蘇我騎士を疑ってるぜ。私たちが知らないだけで、例えばじい様の子供時代を過ごした家とかがあるかもしれないだろ。一行目に懐かしき故郷をって行があるくらいだもんな。シャノンはじい様によく酒とか継がされてたろ。昔話とか聞かされたことないのか。親方様は昔の話はほとんどされません。ただ後宮家が滅びかけた関東大震災について非常に人ごとのように話されることがありましたので、関東地方よりずっと遠方にお住まいだったかもしれません。後宮本家は小田原に住んでたかもしれないけど、分家はその限りじゃなかったろうね。おじい様はよく自分のことを分家も分家、後継ぎに最も縁遠かったと言われるくらいだからね。ってことはつまり懐かしき故郷ってのがすでに小田原じゃない可能性もあるってことだな。じい様の故郷なんて聞いたこともないぜ。聞いても素直に教えちゃくれねえだろうしよ。懐かしき故郷というのが後宮家のルーツを指さないのであれば、小田原説は初めから間違ってることになっちゃうね。もちろん蘇我騎士の疑いが晴れたわけじゃないけれども、例えば幼少の頃を小田原で過ごし、その後遠方へ引っ越した可能性もあるだろうし。おお、さっきから何の話かわかんない。おお、あ、つまりだな、黄金スゴロクの最初のスタート地点が決まらないことには何も始まらないってことだぜ。ん？いや待てよ、最初の5行で見つかるのは鍵だろ。鍵なんてなくても扉はぶち壊して入ることだってできるはずだぜ。とりあえず最初の5行をすっ飛ばしてその先の推理に入ってもいいんじゃねえか。おお、その発想はなかったぜ。まあいいや、どうせ暇つぶしなんだ。続きを聞かせろよ、バトラの推理。でもその先からは急に物騒になるんですよね。第一の晩に鍵の選び師6人を生贄に捧げよう。こういきなり物騒になるな。第二の晩には寄り添う二人を引き裂けときたもんだ。恋仲を破談させるのか、文字通り引き裂くという意味なのか分かりかねるけど、どっちにせよ気持ちの悪い話だぜ。その第二の晩の解釈を別にしても、
第1の番に6人、第4の番から第8の番までで5人、少なく見積もっても11人が生贄にされなきゃならない。おお、ベアトリーチェが蘇るための生贄。なるほど、魔女復活のための生贄か。そういう解釈にもなるな。その結果、第9の番に魔女が蘇って、最後は極めつけだな。第9の番に魔女は蘇り、誰も生き残れはしない。結局はみんな死んでしまいます。それでようやく次の第10の番にゴールってことになってんな。みんな死んじまうのに黄金鏡へ至るだろうって言われても困ったもんだぜ。鍵を手に旅に出た当人も生き残れないに含めるのかどうかは解釈の分かれるところだね。しかしよ、最後のところには面白いことが書いてあるぜ。ゴールした後、魔女からもらえる4つの宝の行だよ。1つは全ての黄金。問題は次だ。全ての死者の魂を蘇らせるとあるぜ。みんな死んじまったっていうのと欠けてるような気がしねえか。それを言われれば、次の失った愛すらも蘇らせるという部分は第二の番の寄り添いし二人を引き裂けに欠けているようにも見えますね。そうだね。そして四つ目も第九の番に欠けてある。第九の番に蘇った魔女を四つ目の宝が再び眠りにつかせている。好意的に解釈すりゃ、死んだり別れさせたりと忙しいが、最後には全部チャラになるわけだな。目覚めた魔女も再び眠るし、手元にはたっぷりの黄金だけが残るって寸法だぜ。死んだり蘇らせたり別れさせたりくっつかせたりと、魔女様はお忙しいこったね。ついでに起きたり眠ったりな。やれやれ、せっかくの隠し黄金の話も魔女の話が絡んじまうと急にうさんくさくなっちまうぜ。違いないな。魔女はすごい。魔法で何でもできる。殺すことも生き返らせることも、愛を与えることも奪うことも。空も飛べるし、姿を透明にできるし、黄金もパンも生み出せる。あ、いけね。悪い悪い、冗談だよ。マリアちゃんにとっては
これは黄金の隠し場所を示すものじゃなくて、魔女を蘇らせるための魔法なんだって。マリア様、ご存知ですか？私たち使用人の間では、ベアトリーチ様の怪談が語り継がれているんですよ。ああ、ああ、そうだったっけ？シャドン、聞かせてやれよ。私は知らないんだけど、使用人の間じゃかなり有名な話らしいぜ。何の話だ？怪談？うん、僕たちが生まれる前からある話らしいね。母さんにも話を聞かされたことがあるよ。はい。この島にお屋敷が建てられてからずっと語り継がれている話です。当時の使用人たちはお屋敷には昼と夜で違う主がいるとささやき合っていたそうです。閉めたはずの窓や扉や鍵がもう一度見回りに来たら開いていたとか、消したはずの明かりがついていたり、つけたはずの明かりが消えていたり、置いたはずのものがなくなっていたり、置いた覚えのないものが置かれていたり、そういうことがあるたびに古い使用人たちは魔女が姿を消してお屋敷を訪れいたずらをしていったのだろうとささやき合ったそうです。ほら、いる！ベアトリーチェはいる！なあ、いるよな。私も昔よく、登校の時に限って、カバンが見つからなかったりしたもんだぜ。他にも、鬼火や輝く蝶々が舞っているのを見たという使用人も、カノン君もそれらしいものを以前夜の見回りの時に見たことがあると言ってました。あと最近では、お屋敷の中で深夜に不思議な足音をよく聞くと使用人の間で話題です。私たちは肖像画の中のベアトリーチェ様が姿を消して、お屋敷の中を散歩しているんだろうと囁き合ってるんですよ。ずいぶん前ですが、私もそうかもしれない足音を夜の見回りの時に聞いたことがあります。ひゅー、そりゃ怖えな。あ、でも怯えることはないんですよ。ベアトリーチ様は親方様とは異なるもう一人のお屋敷の主です。だから変に怯えたりしないで、敬意を持っていれば、決して悪いことはしないのだそうです。ただし、敬意を持たないと恐ろしいんだったね。はい。私が勤めを始める直前に、階段を転がり落ちて、腰に大怪我をして辞めた方は、ベアトリーチェ様のことを悪く言っていたそうです。だから使用人たちは、ベアトリーチェ様のお怒りに触れたのだろうと、噂し合ったそうです。マ
トラとジェシカ、きっとお怒りに触れる。うん、わあ、悪かったぜ。お怒りに触れちゃたまるね。謝るよ、マリア。もちろん魔女様にも謝るぜ。ベアトリーチェ様、ごめんなさい。よそ者のザレ事と思って勘弁してやってください。私も謝るぜ、ベアトリーチェ様。ごめんなさい。これで魔女様、私たちを許してくれるかな。おー、わかんない。魔女は気まぐれだから、許してくれるときは許してくれるし、許さないときは許さない。うん、それは困ったね。マリアちゃん、バトラ君とジェシカちゃんがベアトリーチェ様のお怒りに触れないようにするいいおまじないとかないかな。何か魔除けとかさ。これを私とバトラに？うん、このお守りならベアトリーチェも大丈夫。悟りは魔除けの力があるから。そうなのか。悟りにそんな力がね。ふーん、バトラが信じない。他の使用人の子から聞いたことがあります。サソリって魔術では魔除けのシンボルとして描かれることもあるんだとか。へえ、そうなのか。うん、サソリは悪い魔法や災厄から守ってくれる。そしてエメラルドは心に平和をもたらしてくれる。だから二重で効果がある。うん、本当だ。
サソリがエメラルドを抱いて守ってるね。なるほど、これはご利益がありそうだよ。そっか。ありがとな。ベアトリーチェ様には謝ったけどよ。万が一、たたりがある時でも、マリアのこのお守りのおかげで安心だぜ。な、ジェシカ。ああ、そうだぜ。ありがとうな、マリア。うん。心に平安が欲しい時は腕につける。お財布に入れるとお金が減らなくなる。ドアノブにかけておくと悪いものが入ってこられなくなる。便利なお守り。それはすごい効能ですね。マリア様が自信を持って進めるお守りなら、きっと頼もしいものと思います。今、額にポタってこなかったかい？え、どうだろうな。安心しろ。俺にも来ねえぜ。それに今夜になれば、誰にも等しく大雨が降るだろうよ。そうだね。そろそろ引き上げた方がいいかな。もう仕事に戻る時間かよ。はい。皆様と一緒で、楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。熊沢さんに、クッキーをごちそうさまって伝えてね。さあみんな、片付けを手伝おう。こいつは逃がさないぜ。マリアより先にいただきだ。マリアが拾う。マリア、靴を濡らすなよ。怒られるぜ。皆様のおかげで助かりました。ありがとうございました。もう本当に時間がないみたいだね。
先に戻っていいよ。源氏さん、時間には厳しい人だからな。定時に持ち場についてないと厳しそうだぜ。また後でね。お仕事頑張ってね。はい、それでは失礼させていただきます。じゃあ俺たちもゲストハウスへ戻ろうぜ。テレビでも見てくつろがせてもらうさ。うん、テレビ見る、テレビ見る。うん、なら決まりだな。戻ってみんなで一緒にテレビでも見ようぜ。バラ、今夜の風でやられちまうかもしれないな。そうだな、バラたちもラッキーだったと思うぜ。台風の前にバトラたちを歓迎できたんだからよ。花はいつか必ず散る。でもだからこそ咲き誇る今をめでることができるんじゃないかな。そうだな、マリアもよく目に焼き付けとけ。今この瞬間が今年で一番のバラなんだぜ。おー、目に焼き付ける。バラ、台風で飛ばされちゃう。ふぅ。ジョージの兄貴に目印のリボンをつけてもらった、あの元気のないバラか。あれはどこだったっけな。確かこの辺だったと思ったぜ。ここじゃなかったかな。少し手分けをして探してみようか。そうだな、人海戦術で行こうぜ。ん？なんだよマリア。なんだよ、どうした。マリアのバラはここなの、ここにあるの。でも現にないぜ。この花壇の裏側だったかもな。みんなで探せば早いぜ。ふぅ、ここなの、マリアのバラはここなの。探して、探して。ふぅ、まいったな。マリアがすっかり機嫌を損ねちまったぞ。マリアはたまにすごくどうでもいいことを気にし始めちゃうんだよ。それがどうにかなるときはいいんだけど。ないものは探せないしね。困ったな。ガ
あらあら、どうしたの？みんな何か探し物なの？探して、ママもマリアのバラを探して。マリアのバラって？この辺に元気のないバラを一つ見つけて、それに目印をつけたんです。飴玉かなんかの包み紙でキュッと。しかしマリア、確か俺の記憶が正しけりゃ、すぐ手前の目立つところに生えてたはずだぜ。足が生えてどこかに行っちまったんじゃなきゃ、他の場所だったと思うぜ。マリアの記憶違いじゃないのか？うん、ここなの、ここなの。パトラが信じてくれない。そのうー言うのをやめなさいって何度言ったらわかるの。ママも探してあげるから静かにしなさい。ここにはそのバラはないわよ。他の場所の間違いじゃない？これだけたくさんのバラがあるんだから。うん、うん、違うの、ここにあるの。ママも信じてくれない。ちゃんと信じて探してるでしょ。でもないじゃない。でもここなの、ここにあるのにないの。じゃあ誰かが抜いちゃったんでしょ。とにかくそのうー言うのやめなさい。マリアのバラ、抜いたの誰？抜いたの誰？返して、返して。そんなの知らないわよ。やめなさい、そのうー言うのやめなさい。ローザおばさん、まあまあ、その小さい子供のことですし、そんなマジになんなくても。ごめんね、バトラ君たちはちょっとお部屋に戻っててくれる？おばさんはマリアとちょっと話がある。誰もマリアのバラを信じてくれない。ここにあったのに。探して、探して、ここなの、ここにあったの。でもないじゃない。なら他の場所の勘違いでしょ。ここなの、絶対にここなの。じゃあなくなっちゃったのよ、諦めなさい。どうして、どうしてマリアのバラがなくなっちゃうの。どうして、どうして。知らないわよそんなの。だからそのうーを言うのをやめなさい。
ローザおばさん、いくら娘でも暴力はいけねっすよ。バトラ君は変に思わないの？あなたの学校にうーううなってる女の子なんている？いや、まあさすがに高校には。でも小学生ならそういううーう言うのも可愛いじゃないっすか。可愛い？うーう言うのが可愛い？可愛いって？バカ言ってんじゃないわよ。マリアがいくつか知ってる？9歳よ。小学4年生なのよ。幼稚園児じゃないのよ。それなのにまだクラスでうーう言ってるのよ。わかる？この子クラスでなんて言っていじめられてるか知ってるの？この変な口癖のせいで未だに友達の一人もいないのよ。無責任にマリアのこと可愛いとか言って現実から目をそらさないで。この子の将来のことをもっともっと真剣に考えて。だからそのうう言うのをやめなさい。やめろって言ってんでしょ。昔はローザおばさんもマリアちゃんの幼児言葉の一つだくらいにしか思わなかったんだけど、小学校の中学年になっても治らないの最近はだいぶ気にしてて。別にどういう言葉遣いをしようと関係ねえだろ。そのまま社会人にはなれないよ。だから見ていて気持ちのいい光景ではないけれど、これはおばさんたち親子の問題なんだよ。まあ私もこの言葉遣いのせいでよくお袋に怒られるけどよ。バトラ君だって小さい頃悪い癖が治らなくて怒られたことがあったんじゃないかい？まあ一つや二つは。授業参観の日に人前でずっと怒られてた時は恥ずかしくてたまらなかったぜ。じゃあ今のマリアちゃんたちの気持ちはわかるよね。僕たちにここにいてほしいとは思わないんじゃないかな。ジェシカちゃんにもわかるよね。怒られてるところを誰かに見られてとは思わないぜ。行こう。ゲストハウスへ戻ろう。そしてマリアちゃんが戻ってきたら何事もなかったかのように迎えてあげようよ。それが一番じゃないかい。それなら好きなだけ一人で探しなさい。ママは知りません。探す。マリアが一人で探す。ママが知らなくても探す。勝手にしなさい。Thank you.
遅かったではないか、ベアトリーチ。さあ、始めようではないか。私とお前の奇跡の宴を。今こそ、この島は現世より切り離された。もう誰も私の儀式の邪魔をすることはできぬ。お前にふさわしい生贄は十分にあるぞ。息子たちが四人、その伴侶が三人、孫たちが四人、私に、客に、使用人たち。どれでも好きなだけ食らうがいい。運命の鍵は悪魔のルーレットに従い生贄を選ぶであろう。そのルーレットが私を選ぶならば、私すらもお前の生贄となろう。だが、だからこそなのだ。それだけの狂気をかけるからこそ、私は必ずや偉大な奇跡を起こすだろう。さあ、好きなだけ食らうがいい。私はそのルーレットに打ち勝つだろう。さあ、すべてを落とすぞ。まずは後ろ宮家の家督を返そう。受け取るがいい。そしてお前がよみがえったとき、そこにいるのは私であるだろう。私が最後まで生き残り、お前の目覚めを見守るだろう。さあ来たれ、ベアトリーチェ、ようこそ我が宴。私が生み出した全てと引き換えに、私にもう一度だけ奇跡を見せておくれ。おー、ベアトリーチェー。